どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の8月21日、日曜日でございます。はい。現在の時刻は朝の6時44分でございます。はい。ですね、まあ、昨日から、昨日の配信でも言ったか、昨日からですね、私、潰瘍性大腸炎の薬を飲み始めまして、まあ、薬といってもステロイドなんですけど、で、飲み始めまして、で、まあ今日もね、まあ、飲むわけですけど、体調についてはですね、まあ、昨日今日でそんなすぐ良くなるわけでもなくてですね、はい。未だに調子はそんなに良くはないです。はい。昨日の夜からね、まあ、寝て今日の朝起きたわけですけど、その間にもう3回くらいトイレは行ったかな。なんかちょっと若干ね、寝ぼけてるので、ちょっと回数2回か3回くらいだと思う。確か3回だと思うんだけど、まあ、ちょっと寝ぼけてるのもあるのでね。って感じで、まあ3回くらいトイレ行ったりはしてるんですけど、一応昨日からね、はい、ステロイド飲んでいるので、まあ徐々にね、体調がというか、お腹のね、潰瘍性大腸炎の方は、まあ、良くなっていくんじゃないかなと思います。はい。ただね、まあ、ステロイドを急に、まあ、増やすということはですよ。その分、副作用の方もね、はい、出てくるということで、またね、次第に、まあ、知覚過敏だったりとか、まあ、知覚過敏に関しては、私、だけっていうか、ね、あまり、なんか、その、典型的に見られるものではないらしいんだけど、はい。まあ、知覚過敏とか、あとは、まあ、顔が丸くなるとか、あとは食欲が一気にこう、増えるとか、まあ、それによって体重がちょっと増えるとか、まあね、そういった副作用が、まあ、あったりはするんですけど、まあ、ただね、潰瘍性大腸炎の、症状でね、夜も満足に寝れないっていうよりは、まあ、まだマシかなというふうには思いますんでね。はい。まあ、昨日からではありますけど、はい、ステロイド飲んでね、ちょっと体調を元に戻していけるように頑張りたいと思います。はい。で、まあ、ね、僕のヒーローアカデミアのさ、CBT が、ウルトラランブルね、ウルトラランブルの CBT が、もうすでに始まっています。はい。18日からね、始まっているわけですけど、1日目か。で、2日目以降ってことで、まあ、19、20、21、22までだったかな。全部でまあ5日間だったと思うんだけど、合ってたかな？ちょっと待って。ちょい待ち。そうだね。19から22の15時までか。はい。となっているので、まあ、残り今日含めて2日となってます。はい。ただ、体調がね、まあ、さっきも言ったように、あまり万全ではないので、まあ、正直今日もね、やろうかどうか迷ってます。迷ってます。どうしようかな。まあ、明日はね、もう何が何でもやらないと、最終日なんでね、やらないと、もう遊べなくなっちゃうんでね、っていうのもあるんだけど、今日はね、まだ体調が全然芳しくないっていうのもあるし、まあ、まだね、明日一日あるっていうのもあるので、今日はね、ちょっとどうしようかなって迷っております。はい。まあ、今朝ね、朝起きてからもうすでに 2回トイレ行ったりね、して、こう、トイレでこう、ずっとうなってたので、って言ってね、腹痛いって言って。まあ、そんな状態なんで、ちょっとね、まあ、やるとしたら10時くらいからね、やろうとは思ってますけど、まあ、ただね、途中でね、お腹痛くなる可能性も、まあ、大いにあるので、明日になったらもうちょっと体調良くなるんじゃないかなとは思うんだけどね。まあ、気持ち、どうなんだろうね。昨日飲んで、昨日からステロイド飲んで、まあ、気持ち良くなったのかなっていう感じかな。どうだろうなっていう。まあ、さすがにそこまでね、
まあ、私ステロイドは結構効きやすい体質ではあるんですけど、さすがにあの1日で飲んでねパッて治るってことはまあないかな。うん、まあ、経験上何回かあるっちゃあるんだけど、うん、飲んだ次の日ぐらいからね急にこう回復みたいな、全回復みたいなこともたまにあるんだけど、まあ、今回に至ってはまあそんなすぐに効いてるっていう感じではないかな。うん。まあなのでもう一日、今日ね、薬を飲んで様子を見て、まあ明日の状態が良ければやるかな。うん。まあ問題は明日なんだけどさ、明日ね体調が良くなかった場合、まあ、やるかやらないかなんだけど、もうね最終日なんでねやるっきゃないんだけど、ちょっと迷ってます。はい。なのでまあ今日ねちょっと10時ぐらいまで様子を見て、まあ、そんなに問題なさそうであれば、まあ、ちょっと頑張ってやってみようかなと思ってます。はい。1時間か2時間ぐらいね。うん。はい。なので、まあ、あまり期待せずに、まあ、待ってもらったらいいかなと思います。うん。まあ、YouTube の方にはね、まあ、アーカイブとかも上げたりするんで、まあ、うん。ライブ配信来れなくても大丈夫かなと思いますけどね。はい。って感じで、うん。昨日からね、まあ、ステロイドを飲みつつ、潰瘍性大腸炎が、まあ、ちょっとずつね、回復に向かっていくんじゃないかな、ということで。はい。まあ、少しずつね、やっぱ、自分のいつものペースに戻していかないとね。うん。まあ、もうすぐ夏休みも終わりますし、あと1週間くらいかな。うん、だね、ちょうど。月、まあ、今日入れたらまあ、8日くらいだけど、月か、水木、金、土、日だね。うん。来週の月曜から本格的に開始で、来週って言わないか、今週の水曜日、うん、に、ちょっとだけね、仕事が入ってはいるんですけど、まあ、それはまあメインっていうよりは、ちょっと研修みたいな感じなんで、うん。まあ、それで勤務して、来週の月曜日からまあ本格的にまあ仕事が再開という形になります。はい。なので、本当に夏休みがもうあっという間に終わってしまうと。ねえ、もう貴重な夏休みがさ、もうコロナと潰瘍性大腸炎のせいで、もうほとんどね、うん、潰れてしまったわけですけどね。うん。まあ残り1週間ね、はい、楽しんでいきたいと思います。はい。で、まあ潰瘍性大腸炎の話はもうこれでいいとして、ですね、まあ、今日何の話しようかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとね、まだ調子もまあ本調子ではないので、ちょっとあまり長くなってもあれかなと思いまして、聞くアニメのさ、話をちょっとさせてもらいたくて、うん、あの、スタジオコエミのね、はい、聞くアニメの話なんですけど、もうずっとね、かれこれ話してなかったかなと思うんだけど、今ですね、ゴールデンショータイムがもう全部終わりまして、ゴールデンショータイムは聞くアニメの第何弾 だったんだっけ、多分ね、第5弾くらい、いや、6弾とかかな。ね、彼岸のオルカが第5弾くらいだったと思うんだけど、うん。確か。まあ、日が昇るかもね、全部聞いたって言った話も確かした気がするんだけど。で、ゴールデンショータイムが始まるよう楽しみだねっていう話はね、した気がするんだけど、ゴールデンショータイム結局、まあ、一応全部聞いたんだけど、それ以降何の話もしてなかったような気がするので、ちょっとね、この場を借りてお話しようかなと思います。しかも、あの、ゴールデンショータイム終わって、今ね、あの、また新作、なんだっけ、タイトル、グッバイ宣言だっけ、そうそう、グッバイ宣言っていうね、はい、作品が、8月19日、おとといかな、金曜日、うん、からスタートしているので、まあ、そちらもちょっとお話ししようかなと思います。はい。で、じゃあまず最初なんですけど、ゴールデンショータイムの方について先にお話ししようかな。うん。ゴールデンショータイムはまあ、聞くアニメのコンテンツで、まあ、青春×漫才×ガール・ミーツ・ガールという作品なんですけど、で、声優さんはね、山下、あれ、なんでこれ、なん
なんだっけこれ、山下ななみさんでしたっけ、あれ読み方合ってるかな、あれ下、ななあれ南だっけ、あ、ごめんなさい、南でしたね。そうそうそう。そう、いつもね、なんかね、この人の名前見るとね、ななみって読んじゃうんだけど、まあ、南さんですね。あ、違う、うん、あ、ごめんなさい。ななみさんでした。やばい。ちょっとコロナと潰瘍性大腸炎のせいで、ちょっと、やばい、頭が、脳みそが回ってないかもしれないけど、ごめんなさい。ななみさんで会ってましたね。あれ、なんか前も、あれちょっと待って、なんか前もななみって言って、いや、南じゃねってなったような気がするんだけど、気のせいか。なんかそんな話をね、した気がする。ごめんなさい、もし間違って、南って言ってたら、ごめんなさい。あれ、南はまた別の人か。なんか他の声優さんとちょっとごっちゃになってる可能性あるな。うん。まあいいや。まあ、とりあえず山下ななみさんだね。うん。演じる、高校生の、女子高生の百瀬綾乃か。ちゃんと、佐藤さとみさんが演じるミラ・ワトソンちゃんの、まああの、漫才をテーマにした作品だったわけですけど、で、あの、個人的にね、あの、ビジュアル、うん、誰さんだっけ、これこそ。チョンさんか。チョンさんの描くね、あの、女の子がすごい、可愛くて、うん。まあ、すげえ楽しみだって話をしてたんですけど、うん。全部でね、8回かな？うん。全部で8回ですね。8月の9日配信の最終回で終わってますね。はい。で、全部聞いたんですけど、全部聞いての、まあ、総合的な評価としては、そうだね、なんかちょっと思ってたのと違ったなーっていう印象。うん。なんだろう。そうだな。星つけるなら、まあ、3.5 ぐらいかな。うん。まあ、すっげえ良かったっていうわけでもなく、まあ別に面白くないわけでもなくっていう感じで。うん。まあちょっと厳しめの判定にはなりますけど、まあ、3.5 ぐらいかな。うん。個人的にはね、他の、なんだっけ。今までね、第1弾、第2弾、第3弾、第4、第5って出てますけど、期間アニメはね、女子2人の、配信というか、コンテンツで言うんだったら、私は個人的にはね、名前のないゲームの方が面白かったかなと、うん、いうふうに思いますね。なんだろうね、うん。なんだろうな。まあ、あの、コンテンツのね、中に、その、二人が実際にちゃんと漫才をやるっていうシーンもあって、そこはね、すごい面白かったんだけど、なんか、なんだろうね、スポコンまではいかない、なんかちょっと、まあ、言葉悪いけど、ちょっと中途半端な、まあ、スポコンみたいな感じかな。うん、個人的にはもっとコメディっぽさをちょっとね、想像してたので、うん、なんか、青春か。そっか、そうだよね。コメディではないんだよな、一応。うん。まあ、漫才ではあるんだけど、コメディでは、コメディ漫才同じかうん。だから、私個人としては、もっとこう、なんか、コメディの要素強めの作品かなと思ってて、うん。女子二人がこう、わちゃわちゃね、もっとこう、なんだろう、こう、うん、漫才もそう、漫才はいいんだけど、もっとこう、なんだろう、もうゆるキャンとかじゃないけど、のんびりわちゃわちゃこうやりとりするみたいなタイプの作品かなと思ったんだけど、うん。まあ、単純にね、やっぱコンテンツの量がね、やっぱ少ないから、毎回12、3分くらいが。で、まあ、8話しかないからね、まあ、ボリュームが少ないっていうのもあるのかもしれないけど、私は個人的にはもうちょっとコメディ要素があってもよかったかなっていう気はしてますね。うん。結構ね、若干ネタバレ含むから、まあ、あの、まだ聞いてない人は、聞かないでほしいんだけど、その、女子高生のね、百瀬綾乃ちゃんが、まあ、人見知りっていうのかなっていう部分があって、まあ、漫才に挑戦するっていう話なんだけど、まあ、その、なんだろう、違う、なんて言ったかさっき。あれちょっと待って、言葉が出てこない。人見知りだ、人見知り。うん。で、人見知り
を克服する、まあ、話とか、で、結局、百瀬ちゃん、綾乃ちゃんが、その人見知りを克服して漫才やるってなったら、今度はミラ・ワトソンの方に、まあ、ちょっと、また問題が出てきて、みたいな。うん、で、それの問題を、まあ、二人でね、こう、いろいろ、やり取りしながら、まあ、時には泣いたり、笑ったりしながら解決していって、最終的に、二人で、文化祭だったかな、文化祭の舞台で、まあ、漫才をするっていうね、まあ、話なんですけど、うん。私の個人的な評価としては、まあ、3.5 ぐらいかな、うん。です。まあ、思った、まあ、だからね、最初のちょっと期待がでかすぎたっていう可能性もあるね、ちょっとね。やっぱり。まあ、ビジュアルね、すごい、ビジュアルはすごいね、可愛くて好きですし、まあ、声優さんの演技とかもすごい良かったんだけど、やっぱシナリオなのかな、うん。ちょっと想像してたのとはちょっと違ったなっていう印象でございました。はい。まあ、でも、まあ、別にそのつまらないわけではないし、あの、漫才のね、シーンとかすごい面白かったので、はい。ぜひ、まだ聞いてない方は、一度聞いてみてください。はい。あ、でも今はあれなのかな？あ、いや。これいつまで全話配信されてるんだろう。現時点ではですね、全話 Spotify で配信されてますね。うん。ちょっと YouTube はチェックしてないけど、多分 Spotify で配信されてるってことは、多分、うん。YouTube の方でも配信されてるんじゃないかな。はい。ですね。まあでも多分ね、いずれその、全話配信じゃなくなって、その有料のメンバーシップとかになら、あの、加入しないと聞けないようになる可能性高いので、はい、そこは気をつけてください。はい。OK。じゃあ続いて、おとといから始まったばかりの、グッバイ宣言についてちょっとお話ししようかなと思います。で、こちらですね、まあ、もしかしたら聞いたことある人も、いや、むしろ、あの、聞いたことある人の方が多いんじゃないかなと思うんだけど、あの、グッバイ宣言っていうね、ボカロの音楽があるんだよね。うん。あの、まあ、せっかくなんであれか。まあ、これね、今聞いてくれてる人がどのプラットフォームで聞いてるかわかりませんけど、あの、Spotify のね、あの、楽曲を追加する。まあ、私の場合、オープニングとエンディングってことで、頭とお尻に曲を入れてるんですけど、うん。まあ、Spotify 限定でね。はい。入れてるんですけど、まあ、グッバイ宣言、ちょっと入れとくか、今回ね。うん。なので、Spotify で、プレミアム会員の方は、ぜひ、聞いてみてください。うん。っていう、まあ、グッバイ宣言っていう、ボーカロの音楽があって、それを元にした、確か小説があるんだっけな、原作小説が。うん。だね。Spotify のリンクを踏むと、なぜか、お探しのページが見つかりませんなるものが出てくるぞ。おっと、これは、運営さん、もし聞いてたら何とかした方がいいかもしれない。うん。私だけかな。なんだろう。アクセスが集中してるってこともないだろうしな。ね。うん。mf.jp のサイトかな。原作小説大好評発売中の下のリンクが、踏むと、お探しのページが見つかりませんと出てきます。これちょっと公式さんなんとかした方がいいかもね。はい。まあ、それはいいとして、まあ、そのボカロから生まれた、まあ、小説を、まあ、聞くアニメにしたと。うん。音声×ビジュアルでお届けする新しい物語の形と。で、ヒロインが多分、七瀬玲奈ちゃんかな。で、声優さん、鈴木みのりさん。うん。で、キリッタに、かけるくんか。かけるくん役が、伊藤さん。これなんて読んだろう、伊藤、摂政？え、ちょっとなんて読んだろう、これ。なんか見たことある気がするんだけど。伊藤、季節の節なんだよね。季節の節。これか。節をさ、立って。他に何のキャラやってきたんだろう。あ、モブサイコとかか。
ああ。ごめんなさい。もしかしたらね、途中でしゃっくり止まらなくなる可能性あるんで、ちょっと、一応言っとくね、最初に。最初にっていうか、一応言っとくね。うん。今朝ね、急に、しゃっくり、出始めて、マジで、ポッドキャスト撮れるような状況じゃなかったんだよね。うん。もしかしたらこの配信中に復活するかもしれないんで。ごめんなさいね。今多分大丈夫だと思うんだけど、今一瞬ちょっと危なかったね。あ、待って、しゃっくり出始めたかもしれん。やばいかも。OK。もうちょっと、頑張ります。ふぅ。OK。まあ、昔ね、聞いたことあるかわかんないけど、くだらじで、しゃっくりしながら配信したこともあるんですよ、実は。どの回か全然覚えてないけど。うん。くだらじしゃっくりとかで入れれば出てくんのかな。まあ、いいや。とりあえず、伊藤節夫さんが、桐谷かけるくん。まあ、主人公かな。を演じています。で、私はですね、まだ1話しか聞いてないので、うん。ですね、なんか珍しく1話からもう5話まで、一気に配信になってます。はい。ね、なんか、どういう意図があるのか分からないんですけど、今回の配信スタイルもちょっと特殊で、まあ、おとといからね、配信開始されたって言いましたが、おとといにね、もう1から5話までもう一挙配信って感じですね。これ5話で完結ってわけじゃないよね。違うよね。多分。さすがに。わかんないけど。どうなんだろうな。うん。まあ、なので、私もね、まだ1話しか見れてないんですけど、あとね、2、3、4、5話もすでに配信されております。はい。で、まあ、1話を聞いた感想、ちなみに私、原作小説とか、全然読んでないですし、曲も、まあ、グッバイ宣言っていう曲自体は知ってるけど、ちゃんと歌詞読んだこととかもないし、そんなに頻繁に聞いてたわけでもないので、まあ、ほぼほぼね、聞くアニメで初めて、なんだ、ストーリー楽しむぐらいの感覚で聞いてます。はい。なので、私全然内容知らないので、はい。まあ、そこを踏まえてね、お話しすると、そうだね。まあ、主人公は、なんだっけ、まあ、第一話のタイトルになってるけど、引きこもり絶対ジャスティスって書いてるけど、なんかちょっと変わった主人公で、男の子なんだけど、うん。なんかね、高校生だと思うんだけど、主人公ね。うん、で、ここ3年生か。3年生になったばかりで、なんかね、高校に行ってないわけじゃないんだけど、単位を、まあ、高校も単位制だからね、一応。うん。だから、高校も一応単位だけ取れば、ちゃんと卒業できるんだけど、その、単位を取れるギリギリの出席日数しか学校に行かないっていう、うん、ちょっとそんなことできんのかっていう、うん、ね、っていう主人公、まあ、変わってますよね。うん、だから毎日学校に行って勉強して単位取るっていうんじゃなくて、で逆にその全然学校に行かずに引きこもってるってわけでもなくて、本当に何だろう、その中間っていうのかな。単位ギリギリの出席日数だけ学校行って、で、まあ、だから頭は悪くないんだろうね。だからね。うん。で、学校行って、単位、必要単位数取ったらもう学校行かないみたいな。多分、高校1年、2年もそれでやってきたんだろうね。ね。うん。だから、3年生になって、すでにもう新しいクラスになって、1週間ぐらい経過してるって言ったかな、第1話で。うん。なんだけど、まだ1回も学校に行ってないっていうね。っていう話になってましたね。で、学校行ってない間は家でずっとなんかパソコンかなでゲームをやってるっていうキャラクターで、で妹がね、学校行けって言って警告しに来るんだけど、まあ、妹の話なんか聞いてねえよーみたいな感じだったんだけど、さすがにお母さんに学校行かないとゲームやら何やら全部捨てるぞって言われて、もういやいや学校に行くみたいな、まあそんなちょっと、まあ、ある意味肝の据わった主人公ではあるんだけど、うん。まあ、ただ学校においては、まあ、なんだろう。まあ、ね、そんなキャラだから友達も特にいるわけでもなく。あ、いるんだよ。そうそう。びっくりしたのがね、
第1話で、仲のいい友達いねえとか言っときながら、3年生になって1週間経ってから初めて投稿する途中で、普通に仲の良さそうな友達に話しかけられるってね。いや、お前、友達いるやん、みたいな。友達いないとか嘘つくなって思ったけど、うん。普通に友達いるじゃんと思ってね。うん、って感じでしたね。うん。で、まあ、クラス内ではね、なんかこう、まあ、スクールカーストっていうのかな。においては、まあ、多分底辺ぐらいなのかな、本当に。まあ、目立たず、単位だけ取れればいいみたいなタイプだからね。うん。なんだけど、まあ、今作のヒロインである、何ちゃんだっけ。鈴木みのりさんが演じる、七瀬玲奈か。っていうね。まあ、この子もね、またちょっと問題児らしくて。うん。まあ、具体的に、なんだっけな。禁止されてた、なんか、キャンプファイヤーみたいなことをなんかやって、学校中で盛り上がったりしてとか言ってたかな。なんか他にもね、まあ、いろいろ、なんか、問題行動というか、みたいなことをやってるんだけど、ただその、不良っていうわけじゃなくて、本当にただ自分のやりたいことをわーって全力でやっているから、まあ、結構学校内でもその人気者だったり、うん、するみたいで。ただね、なんかクラス内にはね、なんか、そのアンチ、うん、なんか調子乗ってるよね、あいつ、みたいな感じの、まあ、アンチキャラという、キャラっていうか、なんていうの、アンチの生徒なんかも、まあ、いたりして、まあ、敵味方両方多いみたいな感じの、まあ、キャラクター。まあでもどっちかっていうとだから、陽キャ。うん。スクールカーストで言うと結構上の方の、うん、女の子なのかな。うん。まあそんな女の子が、まあ、たまたまなのかな。一週間ぶりに、3年生になって一週間ぶりに、学校に行った主人公の隣の席になるという形で、まあそこからね、こう主人公の高校生活がどうなっていくのかっていう話みたいです。はい。まあ、続きはね、ちょっと楽しみで。これから私も聞きたいと思うんですけど、うん、第2話はエマージェンシー、緊急事態。第3話は君の音に染まる時、うん、で第4話がマリオネット、第5話は世界は変わらず回り続ける。なんか文化祭の話が第5話で出てくるみたいだね。うん、はい、ってな感じで、ボカロから生まれた聞くアニメのグッバイ宣言、はい、一昨日から、はい、1話から5話までもうすでに配信されてますので、まだ聞いてない人はぜひ聞いてみてください。そうだね、1話だけしかまだ聞いてないけど、1話だけ聞いた印象というか感想としては、すごく楽しみになりました。うん、なんだろうね、まあ、さっきのゴールデンタイムショータイムと比べるのはあれだけど、ゴールデンショータイムはね、正直次回楽しみかって言われると、ちょっとなんかそんな感じはなかったかな。うん、毎週 ?2 話ぐらいか。うん、2話ぐらい出てて、まあ出てるからなんとなく聞いてはいたけど、まあ、そこまで、うん。いや、めっちゃ楽しみ、早く入んないかなっていうのはあんまなかったかな。うん。まあ、今回のそのグッバイ宣言に関しては、まあ1から5話までもう全部出ちゃってるんで、まあ全部ではないか。まだ続くと思うんだけども、5話まで一気に配信されてるんで、あ、次楽しみだな、次楽しみだなっていうのはないけど、ね、もういつでもすぐ次のやつが聞けちゃうから。はい。でもなんか、待ち遠しいっていうよりは、まあその、あ、次聞いてみたいなっていうふうには思える作品かなと思いますので、はい。まあ、結構他にもね、キャラクター、その主人公の七瀬玲奈ちゃんとか、桐谷翔くんだったかな。うん。以外にも、まあクラスメイトの、キャラかなとして、まあ、何人か出てきたりもするので、まあ、その辺で結構ねこう盛り上がってたりもするのかな。うん、はい、って感じでございます。はい、ぜひ、なんだっけ、グッバイ宣言か、まあ、音楽と合わせてね、まあ、でもあれだ、配信中にもねグッバイ宣言ちょっと流れてるんだよね。うん、全部ではないけど、まあ、一番だけ、ワンコーラスっていうのかな、ワンコーラスだけなんかエンディングで流れたりかな。うん。って感じなんで、まあ、ね、ぜひ楽しんでみてください。はい。というわけで、まあ、聞くアニメについてのお話でございました。うん。
まあ、久々にお話ししましたね。はい。まあ、さっき彼岸のオルカは彼岸のオルカじゃ、なんか、だいぶ前だけど、なんか新しいプロジェクトじゃないけどね、なんか、またなんか別のプロジェクトというか、企画が進行してるみたいな話も、確か聞いた気がするんだけど、どうなってんだろうね。うん。はい、ちょっとその辺はわかりませんけど、彼岸のオルカの感想とか言ったっけ？忘れちゃった。彼岸のオルカの感想言ったっけな。彼岸のオルカはもうすでに終わっていて、うん、結構長かったけどね。一番長かったんじゃないかな。うん、一番長かったなっていう気はするんですけど、うん。まあ、でも結構ね、前編通して楽しめたなっていう印象ですね。はい。彼岸のオルカ、彼岸のオルカ。そうだね、Spotify の、レビューというか、の方も、157件ついて、総合点が 4.9 なんで、結構、おおむね、好評となってるんじゃないかな。うん。だね。まあ、現時点ではもうね、全部聞けないんですけど、うん。なんですけど、はい。で、さっきの、待てよ。ゴールデンショータイムはね、まあ、まだ配信全部終わってからそんな経ってないのもあると思うんだけど、あんまりレビューしてる人は多くないんだよね。うん。24件しかついてません。ただまあ、星 4.4 はついてるんで、まあ、おおむね好評っちゃ好評なのかな。うん。まあ、でもここにね、私の星 3.5 が加わるとちょっと下がっちゃうかもしれないんだけど。うん。グッバイ宣言はそうだね、評価。まあこれいつでも多分評価変えられると思うんだけど、そうだな、グッバイ宣言まだ1話しか見てないからな。まあ現時点では星4ぐらいつけてもいいんじゃない？うん、送信。あれ？星5になっちゃった。あれ？ 4、送信。OK、星4。グッバイ宣言つけておきました。まあここからね、星が4になったり3になったりすることもあると思うんだけど、はい。って感じでございます。OK。まあ、ちなみにね、一応言っていくと、クドラジもね、Spotify であれば、まあ、Apple Podcast もいけるか。うん、Spotify とかで、星つけられるようになってますんで、よければね、まあ、つけてくれると嬉しいです。はい。ただ、ポチポチってやってね、星いくつってつけるだけなんで。うん。はい。って感じかな。ほい。よかった。しゃっくり出なかった。はい。というわけで、まあ、今ね、お腹痛くはないんだけど、うん。まあ、この調子であればもしかしたらゲームできるかもね。はい。OK。まあ、ちょっとね、お腹の調子が良ければ、はい。今日の10時くらいからね、僕のヒルアカデミアのウルトラランブル、はい。やってみようかなと思ってますので、良ければ遊びに来てみてください。はい。それでは、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。